アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年9月22日、場所は岡山シティライトスタジアムにて、2024X2 リーグウエスト第2節、その一戦となります。ゴールデンファイターズ対岡山スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始14時キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして、両チームがウォームアップを終え、現在その最終確認に余念ないといった状況に至っております。試合に先立ちまして、両チームの簡単なご紹介をさせていただこうと思います。本日は、ホームチームとなりますのは、ホワイトをまとっている岡山スタンディングベアーズとなります。ホームチームの証としまして、メインスタンド側に陣取っております。創部は1987年の歴史と長い歴史を持っております。クラブチームと発足して1990年から社会人協会に参加いたしました。地元にあります大手企業セリオのスポンサードを得まして、かつては社会人一部リーグでも活躍していた強豪の一角にありますチームです。しかしそのスポンサーありましたが、しかし長らく低迷期を経まして、一時期はノンスポンサーだという厳しい状況には至っておりました。しかし近年、同じく地元にあります佐藤建設の強力なサポートを得まして、昨シーズン久方ぶりに X3 を制し、X3 の条件を満たして X2 昇格を今季決めまして、久方ぶりに X2 に参戦する格好になっております。こちらにありますように画面にある戦績表をご覧いただければ、ご承知の通りに、長く X3 で優勝しながら、しかし昇格できない厳しい時期もありました。X2 の壁、なかなか乗り越えられなかった壁をようやく昨年乗り越えまして、念願の X2 復帰を果たしたその初年度という形になっております。この機会を得て X2 昇格定着を果たし、さらにはその高みにある X1 目指さんと、現在意気込んでおります岡山スタンディングベアーズが現在ホームチームとしてその試合4年なく控えている状況になっております。これに対する形で本日は対戦相手アウェーでありますが、上位チームの証でしょう、カラーの日本をまとっておりますのがゴールデンファイターズです。こちらも1992年創部という形になっております。チームに関わるすべての人たちに勇気を与えられるチームを目標としておりまして、さまざまな階層からの選手を募りまして、最後まで諦めず X2 で、そしてさらに X1 復帰肌さんと現在も邁進しているゴールデンファイターズです。その意気込みの通り、非常にたくましい戦いを毎シーズン繰り返しており、毎年のように優勝争いに絡んでいる X2 の優勝候補の一角にあるチームでもあります。昨シーズンも X1 に昇格しましたジェイスターズ、そしてオークワイなどと熱戦を繰り広げ、関西にゴールデンファイターズありとその勇姿を披露しておりましたチームが、本日は岡山にてその妙技を披露せんと、現在試合の前のウォームアップに4年なく携わっている状況にあります。この両雄におります今季第2節の一戦がまもなく行われようとしております。試合に先立ちまして、このアメリカンフットボールを初めてご覧になられる方々もおられると思いますので、
簡単な形でありますが、X2、XE の協会の方で作成されましたアメリカンフットボールの簡単なプレー、ご紹介の説明会ダイジェストの動画がございます。こちらの方を、一度ご覧いただければと思います。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード、横53ヤード、得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点、タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる。キックで1点、タッチダウンで2点、エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点。 X2 リーグでは 4×12分の試合時間、試合はキックオフで開始。攻撃側はボールを持って前に進めるか、前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得。攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回。守備は攻撃側のボールを前に進める動きをタックルなどによって止めます。ファンブルしたボールは誰でもリカバーでき、守備側がリカバーすると攻守交代。攻撃側がパスを失敗すると元の地点から次のダウンに、反則だと審判が黄色いペナルティーマーカーを出します。種類によって罰則が課せられます。ぜひ X2 リーグ、X3 リーグにご注目ください。約1分ほどの動画ではありますが、X2、X3 リーグで作られましたアメリカンフットボールの簡単なご紹介の動画を流させていただきました。後ほど試合を進める中で私の方でもその補足兼ねてアメリカンフットボールのご紹介をさせていただこうと思います。さあ、そしての最中、審判団現在フィールドに進み出まして、これより首脳陣招き、試合開始の前のコイントスを行う形になります。さあ、主審が両チーム首脳陣招き入れました。令和6年9月22日、場所は岡山シティライトスタジアムで、2024X2 リーグウエスト第2節、ゴールデンファイターズ対岡山スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時キックオフ予定となっております。ただいまより両チーム首脳陣招き入れましてのコイントスが行われます。手前側に陣取っておりますのが、本日はホームチームという形になります、ホワイトのユニフォームをまとっている岡山スタンディングベアーズ、奥側アウェー、そしてチームカラーのグレーをまとっておりますのがゴールデンファイターズです。岡山スタンディングベアーズは X2 昇格を機にしまして、チームカラーも一新いたしました。昨年までの、鮮やかな濃淡のエンジ色のユニフォームから、今シーズンから、岡山の晴れの国岡山にふさわしい緑のまといましたユニフォームに変わっております。早速チャット欄のメッセージありがとうございます。大石様、本日もご苦労様ですですのメッセージありがとうございます。先ほども、振る舞いになります、16タロスクといただきまして、非常に美味しかったです、ありがとうございます。秋様、ゴールデンファイターズ頑張れのメッセージありがとうございます。ゴールデンファイターズも遠方地から駆けつけまして、備前の地におきましてアメリカンフットボール普及戦とこの一戦に挑まんとしております。もちろん優勝を目指すためにも重要な一戦になります。ポイントその結果、ゴールデンファイターズキックオフ、岡山スタンディングベアーズリターンで試合が始まります。両チームハドルと解きまして、まもなく試合開始となります。まず試合はゴールデンファイターズのキックオフによって行われる形になります。
ールデンファイターズキックオフキッカーは25番の国木が務めます。摂南大学出身のプレイヤーです。対しまして岡山はリターナーに41番22番を配置する模様です。22番は井上、摂南大学出身。41番は田中、一橋大学出身のプレイヤーです。さあリターンに入るか。リターナー錯綜しまして厳しい状況からのリターンになりました。自陣5ヤード付近をしかし確保しまして、この位置から岡山スタンディングベアーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とします。ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表し、攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは岡山の攻撃です。岡山自陣5ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新距離は必要距離10ヤード。さあまず中央のランプレーいきます。まずは、ランニングバックにボールを託しまして中央密集点突破を図らせました。キャリアは4番のプレイヤーに託し、41番に託しました。41番の田中です。一橋大学出身。しかしこれはゴールデンファイターズディフェンス陣奮闘しまして、ゲインほとんどなくセカンドダウン2回目の攻撃に変わります。さあ再び長いのランプレー。しかしこれもナイスディフェンス。岡山まず中央のランプレーから突破を図らんと、今度はキャリア22番に託しましたが、しかしゴールデンファイターズもディフェンスフロント奮闘をしております。このランプレーを阻止しまして1ヤードほどの損失のみで済ませまして、攻撃展開する格好になっております。岡山サードダウン9の状況、さあ突破できるでしょうか。さあランプレーによる突破を図りました。非常に厳しい地域であるためパスは通じず、ランプレーにより打開を図りましたが、しかし結果的には攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。最後の攻撃権となります。この最後の攻撃権はパントにより陣地挽回を図りました。キックにより陣地挽回し、なんとか有利な状況に作り変えようというところですが、自陣脱することができず、ボールは佐藤陣の30ヤード付近で止まりました。この時点で攻守交代になりまして、今度は攻撃権テイクオーバー変わりまして、ゴールデンファイターズに変わります。さあゴールデンファイターズは今度は1点相手陣入ったところの有利な位置から攻撃に入ります。ゴールデンファイターズ相手陣30ヤードからのファーストダウン10、攻撃権更新必要距離は同じく10ヤード。さあトラブル発生しました。まず最初のプレーでラインマンからクォーターバックにスナップが投げられましたが、この時、ここでランニングバックにハンドオフをする際にボールをファンブル、あわや大きく攻撃権を失うかという危機がありましたが、クォーターバックそれをなんとかリカバリしまして、むしろ6ヤードほどゲインに変えております。見事な判断しましたのはクォーターバック12番の民でした。大阪教育大学出身。
ゴールデンファイターズファースター。ここでゴールデンファイターズはオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーを行いました。ここはクォーターバックが自らキープする判断をしまして、これは放送見事攻撃権更新となっております。まず自らの足で攻撃のリズムを作っていますゴールデンファイターズ。クォーターバック12番はタミです。大阪教育大学出身のルーキーです。さあ攻撃権更新になりまして、ゴールデンファイターズファーストダウン10、ボールオン相手陣18ヤード。パス成功。今度は攻撃チームが開始点より後方より一度ができる前パスを行使いたしました。ここは真横に近い形の前パスを飛ばしました。4番がターゲットです。ディフェンスが殺到しましたが、これを見事に振り払いまして約7ヤードほどゲインに変えております。非常にタフなキャッチを決めましたのはゴールデンファイターズ4番の佐藤でした。京都工芸繊維大学出身のこちらもルーキーです。さあここでパスプレーに行こうとしましたが、ディフェンスのプレッシャーありましたが、クォーターバックは自らランプレーに切り替えました。なんとか外へ出ましたが、しかし結果的にはゲインなくサードダウンに変わります。ここは岡山スタンディングベアーズのディフェンス陣奮闘しております。ゴールデンファイターズサードダウン3。さあ中央でのプレー、さあランプレーを展開しまして攻撃権更新を図りましたゴールデンファイターズ。しかしここで佐藤建設ディフェンスフロントが殺到、攻撃権更新を阻みましてフォースダウンに変えます。さあゴールデンファイターズフォースダウン残り1ヤードプレーします。1ヤード突破、このワンプレーにかけます。フォースダウンギャンブル。さあ中央いった、攻撃権更新、ファーストダウンギャンブル成功。ここでゴールデンファイターズはランプレーでこの1ヤード突破を図りました。キャリア10番この期待に見事に応えまして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファーストダウン。見事期待に応えましたがゴールデンファイターズ10番の北川でした。大阪教育大学出身。さあゴールデンファイターズこれにより相手陣7ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。さあランプレーいった、ここもランプレーによりゴール前に迫ります。ここでウォーターブレイクに入ります。アメリカンフットボールは当日の天候および気象条件等を鑑みまして審判団事前協議の上、クォーターの半分でレフリータイムアウト、ウォーターブレイクを入れることがございます。本日はまだ9月といえ残暑厳しい状況がまだ続いております。これによる熱中症対策のためにクォーターの半分でウォーターブレイクが入る模様です。秋様メッセージありがとうございます。実況も聞きやすくリプレイも見やすいです。会場も立派ですねというメッセージありがとうございます。そうですね、リプレイ機能はまだ私も試行錯誤しておりますので、しばしばその点では不備なものが再生されるかと思いますが何卒ご了承ください。実況も極力は、会場の方に負けないようにできる限り丁寧な格好を心がけたいと思います。会場はこのシティライトは私自身思いますに X リーグの中でも突出して素晴らしいスタジアムだと思います。叶うならばここでの試合がもっと多く開催されることを私は切に願っております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。ゴールデンファイターズセカンドアンドゴール残り2ヤード。佐藤建設食い止めます。
ゴールデンファイターズはパスによってこの距離を突破を図りました。しかしここで佐藤建設素晴らしいパスカバーし、クォーターバックにプレッシャーをかけましてこのプレーを潰しております。結果的にゴールデンファイターズはサードダウンに変わります。ロペ様メッセージありがとうございます。カメラも、解説も分かりやすいですのメッセージ非常に嬉しく思います。さあゴールデンファイターズサードダウンというゴール残り2ヤード、さあ中央いった判定どうか、タッチアップ。ここでゴールデンファイターズはランプレーを展開、中央ミス焦点にランニングブックを突入させまして、オフェンスラインともどもエンドゾーンになだれ込みました。佐藤建設、岡山クイートメント踏ん張りましたが、しかしこのままタッチダウンになりまして佐藤、ゴールデンファイターズが6点獲得となっております。さあそしてタッチダウンを取りましたゴールデンファイターズ、その後のワンプレートライフォーポイントに移ります。キック成功1点追加です。ゴールデンファイターズ見事に、巧みなランプレー重ねまして、先制点となります。タッチダウンを上げ7点先制となっております。先ほど手を挙げましたゴールデンファイターズのキックオフで試合が再開します。さあオフェンスラインともどもに中央をなだれ込むように見事タッチダウンを上げる形に成功しましたゴールデンファイターズでした。アメリカンフットボールの得点パターンはこのエンドゾーンにボールを持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックを蹴り込むフィールドゴールの2通りがございます。タッチダウンですと6点、フィールドゴールですと3点入ります。さらにタッチダウンはその後にワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点の2点です。この結果アメリカンフットボールはその足し算がワンプレーによりますと2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この組み合わせによる差によりましてその駆け引きが行われまして勝敗を決する決着方式になっています。そして得点を挙げたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側がキックオフをします。さあ岡山リターンに入ります。リターナー22番ジャッグルしまして、それをなんとか回復戦闘リターン試みましたが、しかしゴールデンファイターズカバーチーム殺到し、佐藤建設自陣8ヤード付近からの攻撃という形になります。この辺りはキックの距離及びカバーチームの力もさすが X2 で長年戦ってきたゴールデンファイターズ、一日の長を感じるワンプレーです。 SS のメッセージありがとうございます。ゴールデンファイターズ頑張りのメッセージ、これもゴールデンファイターズに対して非常に強力なエールになると思われます。さあそれを打ち砕けるでしょうか岡山スタンディングベアーズ、自陣8ヤードからのファーストダウン10。さあランプレーによる打開を図ります。何枠43番にボールを託しました。左オフタックル付近を展開試みましたが、しかしライン戦において現在はゴールデンファイターズがプレッシャーをかけております。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。キャリアは42番だったでしょうか、鈴木選手、一橋大学のプレイヤーだった模様です。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10。さあ再び密集点、しかしここもゴールデンファイターズが奮闘します。岡山はなんとか中央突破しまして状況打開を図らんと果敢にも中央のランプレーを展開し続けておりますが、これをゴールデンファイターズフロント陣許しません。ゲイン1ヤード程度にとどめましてサードダウンに変えます。マキューさんはメッセージありがとうございます。 GF ゴールデンファイターズ頑張りのメッセージ、これもゴールデンファイターズへの強力なエールとなっていると思われます。さあ岡山サーダウン内、さあここもランプレーで入りました。
あくまで地上戦によって突破を図らんというところでしょう。キャリア41番に託しましたが、しかしゲイン2ヤードほどでコースダウンに変わります。ランプレーで苦戦しております岡山ですが、本来はランプレーがチームの文字通り重要な戦略にあります岡山のその真骨頂を見せる展開でもあります。あるいはこれは後半に向けての布石でしょうか。岡山フォースダウンセブンパントフォーメーションを取ります。このパントもプレッシャーあってか自陣脱することはできず、ボールは岡山陣35ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、ゴールデンファイターズに変わります。ネットでこの試合をご覧いただいている方々に、お願いがございます。できる限り、多くの、そしてためらいなくて結構です。このチャット欄にメッセージをいただけると非常に嬉しく思います。YouTube はそのプログラムの中でチャット内のメッセージの量、そして、その方々の高評価ボタンの量、こういったものを考えまして多くの方々にこの配信を推薦する機能が働いていると聞きます。多くの方々にこの試合をお伝えするためにもできましたら、そういった形でご協力いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。さあゴールデンファイターズ最初のプレーはランプレーで入りました。キャリアは10番だったようです。ハンドオフから中央突破し、これは見事に隙間をすり抜けるように約8ヤードのゲインに変えております。オフェンスラインマンの力もやはり一日の超感じるワンプレーでした。キャリア10番は北川でした。大阪教育大学出身。アメリカンフットボールはボールを持っている選手に注目が集まりですが、実際にはその立役となるオフェンスラインマンの強弱が非常に、その試合によって大きな要因を含んでおります。キュービーサック、ここで岡山が見せました。クォーターバック下がりまして、パスを投じんと振りかぶりましたが、その一瞬の隙をつきまして、ディフェンスラインマンが佐藤。パスを投じる前に仕留めまして、キュービーサック、大きくロスを奪いました。さあ、これによりまして、下がりましたゴールデンファイターズ、サードアンド6の状況に変わります。さあそこを中央いった攻撃権更新ファースター下げられましたゴールデンファイターズ。しかしここでランプレーを投入しまして一気に攻撃権更新になりました。ランニングバックがそのまま中央一気に駆け抜けまして、見事攻撃権更新となっております。ゴールデンファイターズファースター。さあ下げられて一旦は厳しい状況になったかと思われましたが、突破しまして相手陣21ヤードからの攻撃に入ります。ゴールデンファイターズファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバックは外に展開していたレシーバーをめがけてパスを投じました。しかしパスがオーバースローとなりパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃、この場合はセカンドダウンに変わります。さあパスは失敗となりましたが、ゴールデンファイターズ有利な位置変わりません。相手陣21ヤードからセカンドダウン10。さあここでオプションプレーを展開しました。今度は選択プレーであるオプションでランニングバックにトスをしまして、右オープン展開を図らせます。これが判断構想し約6ヤードほどゲインとなっております。見事期待に応えたは、ランニングバック10番の北川だったようです。さあ残り4ヤードですが、ゴールデンファイターズ3回目の攻撃に入ります。サードダウン4の状況。ナイスディフェンス。ここで外へ振りました。真横にいたレシーバーにヒッチパスを投じ、そこからキャッチアンドランはからんというところでしたが、ここ、岡山0番見事に対応、キャッチすると同時にタックルを見事に決めまして、このプレーを阻止しフォースダウンに変えます。
事タックルしましたのは佐藤、岡山スタンディングベアーズ01の松村でした。吉備国際大学出身のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてゴールデンファイターズ7点、岡山スタンディングベアーズ0点、ゴールデンファイターズがワンタッチダウンを上げまして攻守の方向を入れ替え、これより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウトとポジショニングをリセットして試合を行います。まずその序盤となります第1クォーターはゴールデンファイターズが非常に巧みなランプレーを重ねまして先制となるタッチダウンを上げている格好になっております。その攻撃の手を緩めず現在も攻め立てておりますが、そこを今岡山が素晴らしい攻守守備を見せまして食い止めんとしている、そのような状況で第1クォーター終了となっております。やはりここは X2 で長年戦い抜いてきたゴールデンファイターズに一日の長あるという、そのような展開が現在示されておりますが、しかし岡山もひるまず現在守備陣奮闘しているといったところでしょう。これが攻撃のところで突破できるか、そして陣地挽回図る形で得点に至れるかどうか、注目と第2クォーター、これより移らせていただく形になります。さあフィールド位置変わりまして、ゴールデンファイターズがメインスタンドから向かって左、右から左に攻める格好に変わりました。これより第2クォーターに入ります。ゴールデンファイターズフォースダウン5、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キッカーは25番、キック成功、3点獲得です。この距離をゴールデンファイターズキッカー25番見事にフィールドゴール決めまして3点追加となりました。25番の国木、約30ヤード近いフィールドゴール決めまして3点追加し、ゴールデンファイターズ10点、岡山スタンディングベアーズ0点、リードを広げる形に成功となっております。タッチダウンには至れませんでしたが、ゴールデンファイターズフィールドゴール決まりまして、さらにリードを広げる形に成功しております。さあその得点を挙げましたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。先ほどもご紹介しました通り、アメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合が再開となります。従いまして必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい競技でもあります。そのチャンスを岡山は生かせるでしょうか。さあ岡山リターンに入った、リターナー右のサイドライン際を選択しました。相手の隙間を縫うように右オープン展開を図りまして、自陣28ヤード付近からの攻撃位置を得ます。さあ厳しい状況での攻撃の開始点となっている機会が多かった岡山ですが、今度は比較的有利な位置を確保しております。ボールオン自陣28ヤードからの攻撃位置、さあ今度はどのようにしてプレーを展開するでしょうか。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。さあ左レシーバーを3枚固めました。その裏を突くようにランプレーを展開しようといたしましたが、これをゴールデンファイターズフロント陣が殺到しまして、このランを阻止しております。ここは44番、96番が殺到しまして、このランを阻止しセカンドダウンに変えております。ゴールデンファイターズ96番は佐々木でした。大阪工業大学出身のプレイヤーです。岡山セカンドダウン11、パス成功、岡山ここでパスを行使しました。クォーターバック13番、右に展開していた81番にパスを通しまして約7ヤードから8ヤードのゲインに変えております。
パスを投じたクォーターバック13番は相生、大阪市立大学出身のプレイヤー。取りましたワイドレシーバー81番は寺町、鳥取大学出身のプレイヤーです。岡山サダン4、パス不成功。ここでクォーターバック一気にロングパスを投じました。相手のディフェンスの裏をつかんとここで一気に前進を図りましたが、しかしそれをゴールデンファイターズ許しません。パス不成功に変えましてフォースダウンに変えます。大石様メッセージありがとうございます。魔球さんに対してのメッセージですね、16タルトを献上しているからもう力が入っているから大丈夫ですというメッセージがありますね。まさにその、差し入れが効いていますが、ゴールデンファイターズ非常に試合を有利に進めています。これはナイスパン。岡山ここでパントによって陣地挽回を図りました。先ほどと違い低い弾道を蹴りまして、リターナーがキャッチできないタイミング、そしてそこからバウンドしましてさらに押し返す形に成功しています。結果的にゴールデンファイターズ陣27ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。攻守変わりまして今度はゴールデンファイターズの攻撃に変わります。さあゴールデンファイターズはこの試合初めて自陣からの攻撃という形になります。さあここからどのようにして攻撃を展開していくでしょうか。ゴールデンファイターズ自陣27ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入った、ランニングバック10番にハンドオフし、10番中央突破を敢行。相手のディフェンスの動きを見まして左オフタックル付近にカットバック切り、約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。まず最初に託されましたランニングバック10番は本日好調な北川です。大阪教育大学出身。ゴールデンファイターズセカンドダウン7、ホールオンは自陣25ヤード。成功、ファースター。クォーターバック12番、プレッシャーを感じながら右にロールアウト、そこから中央切れ込んできたワイドレシーバー42番にパスを通しまして見事攻撃権更新としています。ゴールデンファイターズファースター。力強いパスを投じましたのはクォーターバック12番のタミです。大阪教育大学出身。取りましたのは42番ランニングバックの門田でした。大阪府立大学出身のプレイヤーです。ゴールデンファイターズファーストダウン10、ボールオンは自陣45ヤードに変わっています。さあ抜けた、ナイスラン、ファーストダウン。ここでゴールデンファイターズランプレーを投入しました。ランニングバック10番、相手ディフェンスを飛び越え一気に前進、一発で攻撃権更新果たしております。ゴールデンファイターズファーストダウン。鮮やかなランを決めましたがランニングバック10番の北川でした。大阪教育大学出身。さあ相手陣に入りました。ゴールデンファイターズ相手陣39ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファースター。今度はパスプレー、左サイドライン際を駆け上がりました19番にパス、これが見事決まりまして一気に前進、攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター。素晴らしいパスを投じたのはクォーターバック12番の民、取りましたのはワイドレシーバー19番中西でした。中西は関西学院大学出身のプレイヤーです。ロペス様メッセージ、うますぎるメッセージ、これもゴールデンファイターズの鮮やかなランパスに対するその称賛のメッセージと受け取らせていただきます。さあ岡山食い止めることができるか。ゴールデンファイターズ相手陣14ヤードからファーストダウン10。
パス成功。ここは岡山ナイスディフェンス。クォーターバックパスによってタッチダウンを狙いました。しかし岡山ここは堅牢なパスカバーを見せましてパス不成功に変えています。ゴールデンファイターズダウン一つ失ってセカンドダウンに変わります。ゴールデンファイターズ相手陣14ヤードからセカンドダウン10。まだ行くか、ナイスゲイン。さあここで10番を投入しました。パスに仕掛ける形で若干遅いタイミング、ドローに近い形でランを展開し、10番そこからデイライト隙間を抜けるように中央切れ込みまして見事9ヤードゲインを果たしております。さあ攻撃権更新には至っておりますが、見ませんが3段残り1ヤードの状況に変わっております。ゴールデンファイターズ相手陣5ヤードからサードダウン残り1ヤード。パス不成功。ここでタッチダウンパスを投じました。クォーターバック12番4番が左奥を走り込んだところへ浮かせたパスを投じディフェンスの1対1の勝負に持ち込みました。4番振り向きましてこれをキャッチしようとしましたがキャッチできずパス不成功に変わっております。ダウン一つ失いフォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウン残り1ヤード。フォーメーションを組みました。プレーを展開します。フォースダウンギャンブル。ここでホイッスル。ここでゴールデンファイターズが前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは両チームともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。ゴールデンファイターズここは勝負どころと見ましたか。ここで前半最初の1回目の作戦タイムを取りました。YouTube でこの試合をご覧いただいている方々はチーム名の下側にある黄色いバーの残数をご注目いただければこれが両チームの今時点でのタイムアウトの残り数という形になっております。ご注目いただければ幸いです。惜しいさんメッセージありがとうございます。今日のゴールデンファイターズはデイライトランが目立っているオフェンスラインの仕事が素晴らしいというメッセージありがとうございます。オフェンスデイライトというのは相手の動きに応じてランニングバックが走るコースを変えるという形になるのですがオフェンスラインは背後のプレイヤーが動くため非常にブロック難しいところ、しかしこれを見事こなしております。さあ中央へのランプレイター、さあこのフォースダウンギャンブルは果たしてどうか。ここはディフェンス奮闘しました。ゴールデンファイターズの好調なランによりまして攻撃更新を図りましたのですがゴールデンファイターズですがこれを岡山食い止めましてフォースダウンプレー、フォースダウンのギャンブル失敗、4回の攻撃失敗となりましたので攻守交代、攻撃権変わりまして岡山スタンディングベアーズに変わります。さあ厳しい状況をなんとか乗り越えました岡山、しかし厳しい自陣5ヤードからのファーストアンテン。ここで岡山まず最初のプレーパスによって相手の裏をついて攻撃を一気に進めようと展開しました。しかしそのパスをゴールデンファイターズ49番がインターセット、パス奪取しましてそのまま一気にエンドゾーン駆け抜け、そのままインターセットリターンタッチャー。
なんとか相手の猛攻をしのいだ岡山ですが、しかし一瞬の隙つかれまして、インターセプトリターンタッチダウンを許した格好になっています。見事に決めましたのは、ゴールデンファイターズ、49番の田中でした。京都府立大学出身のプレイヤーです。そしてこのトライフォーポイントのキック決まりまして、ゴールデンファイターズ17点、岡山スタンディングベアーズ0点となっております。まさに一瞬の隙を突くかのようプレーでした。まずこの状況をパスによって突破図らんとしました。岡山のその一瞬の隙を突き、49番インターセプトリターンタッチダウンを決め、さらにリードを広げる形に成功しております。さあ、そのインターセプトリターンキャッチャーを決めました、ゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。大石さんは、メッセージありがとうございます。相変わらずゴールデンファイターズはディフェンスの得点力がえぐい。まさにこの一瞬の隙をつくディフェンスの破壊力は、ある意味ディフェンスという域を超えた凄まじい決定力を感じます。マキューさんのピックシックス、相手から6点を奪った素晴らしいプレーだったというメッセージありがとうございます。さあ、岡山反撃なるでしょうか。キックオフリターンに入ります。さあ、リターンに入った、これを素晴らしいタックルで仕留めます。一旦リターナー自身が交錯する形で、相手がどちらにボールを持った選手が分からないか、分からない状況にする、トリッキーなリターンを担当しましたが、しかしこれを見逃さず見事に仕留めまして、岡山を自陣20ヤード付近に留めております。岡山自陣23ヤード付近からの攻撃と変わります。さあ、岡山この攻撃シリーズはどのように展開するでしょうか。成功。クォーターバック13番、非常に厳しいプレッシャーの中、左にロールアウトし、奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれは、ディフェンスのカバーありまして、パス不成功になっています。ダウン変わりまして、セカンドダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10。プレッシャー来る。さあ、どうか。パス不成功の判定です。これはすごいプレッシャーでした。クォーターバック、そのプレッシャーをたまらず逃げ惑うように左にロールアウトしましたが、なんとかこれを振り切り、奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、これもディフェンスのカバーは許しません。パス不成功でサードダウンに変わります。得点が有利になったゴールデンファイターズ、ディフェンス陣さらにアグレッシブになっている感があります。岡山スタンディングベアーズサードダウン10。さあ、厳しいですが突破なるでしょうか。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則発生のシグナルが出ています。フィールド上に審判団から黄色いウエストが落とされますと、反則発生を意味します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切ったという形の判定です。オフェンスチームには、決まったスタートのルールがあります。特定の選手以外は、プレーが始まるまで1秒間静止していなければなりません。これが守れていなかったということで、フライングという格好で5ヤードバッターになっております。岡山スタンディングベアーズ5ヤード下がり、サードダウン15で試合再開となります。岡山スタンディングベアーズサードダウン15。
ここでクォーターバックは右スプリントアウトをしまして、そこから走りながらランパスの選択をしようとしました。しかしその背後からゴールデンファイターズディフェンスに殺到し、キュービーサークパスを投じる前に仕留め、フォースダウンに変えます。見事キュービーサークしましたが、ゴールデンファイターズ31番クモン、明石南高校出身のプレイヤーです。学生時代にはアメリカンフットボール未経験ながら、社会人でアメリカンフットボールを始め、現在 X2 の主要プレイヤーとして活躍しています。さあここでスナップに入れた、タッチダウン、ここでパントフォーメーションを取りまして、陣地挽回を図りました岡山ですが、スナップが乱れました。ラインから後方に投げるスナップ、これが乱れ、パンターがそれをリカバーすることができず、それを抑えたゴールデンファイターズエンドゾーンでしたので、タッチダウンとなりまして6点獲得となっています。さあゴールデンファイターズ得点しまして、トライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加し、ゴールデンファイターズ24点、岡山スタンディングベアーズ0点とスコアは変わっております。ここへ来てゴールデンファイターズがディフェンスの圧力をさらに上げ、岡山のオフェンスを展開できないままさらに得点を重ねていっております。このゴールデンファイターズのディフェンスで得点を奪っていく能力は、多くのチームから恐れられておりますが、この試合でもその力を発揮している状況になっております。大石さんメッセージ、その通りですね、エンドゾーンの中で結果的に相手を抑えないまま、そのボールをリカバーする形によりタッチダウンとなっておりますので、ファンブルリカバータッチダウンという形で、ご理解いただいて結構です。さあその圧力ありますディフェンスを展開しておりますゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。岡山は何としてもこの状況を打開図りたいところです。今度の攻撃シリーズはうまく展開できるでしょうか。まずこのキックオフリターンに注目しましょう。さあリターン入った、今度は中央縦に切り上がりまして自陣28ヤード付近確保です。この位置からの攻撃になります。まずは有利な位置を何とか確保し、攻撃の余裕を作らんという状況をまず確保いたしました。さあ今度は岡山どのように攻撃を展開するでしょうか。岡山スタンディングベアーズ自陣28ヤードからファーストダウンって、さあランプレーから入りました。レシーバーが少ない右サイドに展開を図りまして、22番右オープンをチョイス。このランプレーにより約1ヤードから2ヤードの獲得に成功しております。まず最初のランプレーは見事前進となりました。岡山スタンディングベアーズキャリア22番2番は井上、摂南大学出身。岡山スタンディングベアーズセカンダウン8、さあクォーターバックが今度は持ちました。ランニングバックに渡すと見せかけ、それをフェイクにしてクォーターバック右オープンへのランをチョイスしています。この判断は見事でした。約2ヤードから3ヤードのゲインとなっております。キャリーしましたのはクォーターバック13番の相生です。大阪市立大学出身のプレイヤーです。現在大阪市立大学は大阪府立大学と合併しまして大阪公立大学となっております。府立大学の名称としましてはおそらく最後の方の選手になるかと思われます。さあ中央行った、
さあ41番の突進力に託しましたが、これをゴールデンファイターズすさまじい総タックル、約2ヤードほどのゲインでとどめまして、フォースダウンに変えます。岡山フォースダウン2、パントフォーメーションを取ります。さあまずは陣地挽回図りたい。ゴールデンファイターズリターンに入り、プレッシャーありましたが相手陣に押し返す形に成功しました。ボールは、ゴールデンファイターズ陣45ヤード付近で攻守交代、攻撃権変わりましてゴールデンファイターズ攻撃に変わります。さあゴールデンファイターズは45ヤードからの攻撃に入ります。前半残り時間は2分28秒となっております。ゴールデンファイターズファーストダウン10、ナイスディフェンス。ここでトラブルが発生しました。ゴールデンファイターズスナップを受けました。クォーターバックがボールをジャグル、一旦落としまして、なんとかクォーターバック自身がそれをカバーし右オープン展開を図りましたが、このミスを逃さず岡山5番がタックルし大きくロスを奪っております。見事対応しましたのは岡山6番の井上でした。大阪公立大学出身のプレイヤーです。失礼しました、5番の有本でした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。前半残り時間2分となりました。ここで審判団レフリータイムアウトを取りまして2ミニッツウォーニング入ります。今シーズンより、現在の X リーグが採用している NCAA ルール大きく変わりました。従来はプロでしか採用されなかった前後半残り2分での自動的なタイムアウト、2ミニッツウォーニング採用となっております。この残り1分に切りましてからのアメリカンフットボールの戦術は大きく時間に左右されます。この時間をうまく利用できるかどうかという戦略が非常に問われる。この2ミニッツでタイムアウト入りまして、両チームこれより戦術大きく変わってくる気配になっております。さあここのタイムアウトを果たしてゴールデンファイターズどのように生かしてくるでしょうか。さあこれより残り2分の前半の攻防となります。さあ試合再開です。ゴールデンファイターズ自陣39ヤードからセカンドダウン16、ナイスゲームファーストダウン。ここでクォーターバック12番右に展開していたレシーバーにパスを通しました。レシーバーはそこからキャッチしまして右サイドライン際を駆け上がりディフェンスの隙間を縫うようにして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファーストダウン。さらに外を入れたため時計が止まっております。時計が進んだままになっておりまして申し訳ございました、申し訳ございません。残り時間は1分53秒に訂正させていただきます。ゴールデンファイターズ相手陣45ヤードからのファーストダウン10、パス不成功。今度は入れ違いざまに外で展開したランニングバックにパスを投じましたが、このパスはコントロールミスしパス不成功になっております。前パス失敗ですのでセカンドダウンに変わります。ただし前パスは失敗となりますと時間はそこで一旦止まります。プレーの次の開始まで時計止まるという形になります。この、ルールをいかに駆使するかもここからの状況では重要になります。ゴールデンファイターズセカンドダウン10、さあここでプレッシャーかかりました。
ランプレーを展開しましてサードに変わります。さあ時計が惜しい、ここでプレーを続行します。一気にいった、タッチダウン。ここでランプレーの後そのまま間髪入れずハドル組みまして、すぐにプレーを実施しましたゴールデンファイターズ。この相手の守備の混乱を作るようにロングパスを投じまして、見事にタッチダウンを上げてさらに6点追加となっております。6点追加になりまして、その得点差30点に変わっております。追加しゴールデンファイターズ31点、岡山スタンディングベアーズ0点とさらにスコア得点差広がった形になっております。鮮やかなパスでした。相手の守備が対応しきれないうちに右奥走り込んだレシーバーへのロングパス、これを見事に生かしましてレシーバーキャッチ、相手のタックルを振り切ってそのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウンとなっております。タビオトーン様、マキュー様メッセージありがとうございます。現在は第2クォーターの終盤となっております。マキュー様もフォローありがとうございます。さあ現在攻守で勢いに乗っておりますゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。大石様、そうですね、先ほどのパッシングタッチダウンはえぐいというメッセージ、まさにその通りですね。残り2分、非常に時間が切羽詰まった状況であれを決められるというのは力がある証拠だというふうに感じていただければ幸いです。さあ岡山リターンに入る、ゴールデンファイターズもビッグリターン避けて低いゴロのキックを蹴りました。リターンチームも手前側のブロッカー選手がキャッチしましてリターンを試みまして、しかし陣地は結果的には自陣33ヤード付近を確保する形に成功しております。岡山前半残り時間は1分12秒となっておりますが、ここから攻撃に入ります。岡山ファーストダウン10、パス成功。クォーターバック左側にいましたレシーバー、11番でしょうか、こちらにパスを通しまして、約9ヤードほどゲインとしています。ここでホイッスル、見事パスキャッチを決めましたのは、岡山スタンディングベアーズの林選手です。ここで岡山が前半1回目のタイムアウトを行使します。この配信は X2XE ウエスト全チームの合同企画によります配信共同事業によりまして実現しております。画面に映し出されました多くの企業様、個人様のご寄付ありまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集しております。この企画がありまして多くの方々にアメリカンフットボールをご覧いただけております。何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。試合再開です。岡山前半残り時間54秒でセカンドダウン残り1ヤード、ファーストダウン。ここも果敢にパスプレーを決めまして、見事攻撃権更新といたしました。クォーターバック13番中央切り上がった83番にパスを通し、攻撃権を継続する形に成功しております。さあそしてすぐさまプレー展開を試みます。ここですかさずパスを叩きつけまして、パス失敗とし、時計を止めます。今回はスタンディングベアーズ、前パスをしわざとスパイク失敗させまして、時計を止めセカンドダウン10。
残り時間44秒の状況に前半変わっております。しかし見事なパスでした。これを投じましたクォーターバック13番はアイオイ、登録はワイドレシーバーの選手です。岡山大阪市立大学出身のプレイヤー、そして取りましたのは83番の服部です。徳島大学出身のルーキーです。さあ岡山セカンドダウンテン、パス成功、しかし時計回ります。約7ヤードのゲイン、ここでホイッスル。岡山ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。ここに来て岡山のパス攻撃が冴えております。クォーターバックに入っております。アイオイ素晴らしいパスを披露しています。本職ワイドレシーバーとは思えない素晴らしいパス攻撃によって前進しておりますが、先ほどのプレーは中で倒れたため時計が回り続ける可能性があり、ここでタイムアウトを行使しました。取りましたのは先ほどと同じく83番の服部でした。徳島大学出身、ともに関西の一部リーグ所属の選手ではありません。しかし素晴らしいプレーを披露しています。さあ面白い状況になってきました。ここで岡山タッチダウンを上げる形になるでしょうか。岡山サーダウンスイン、ボールオン相手陣30ヤード。クォーターバック13番プレッシャーがありました。これをなんとか回避し右にスプリンターを落としパスを投じようとしましたが、投げる直前に相手がヒットしてきましてパス不成功となっています。しかしパス失敗ですのでダウン変わらず残り距離3ヤードでフォースダウンに変わります。失礼しました、残り距離変わらずのフォースダウン3です。さあ最後の1回の攻撃権どうするか。プレーを行います。岡山フォースダウン3、ギャンブルに敢行します。さあ3ヤード突破、エンドゾーンへ届きましたよ。タッチダウンなるでしょうか。パス不成功、ここでパスによる突破を図りました。一気にそのままエンドゾーン狙わんとするかのように素早いパスを投じましたが、これをゴールデンファイターズ見事にパスカバーしまして成功。4回目の攻撃失敗という格好になりましたので攻撃権が変わりまして攻守交代、ゴールデンファイターズの攻撃に変わります。現在フィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。さあゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズ自陣30ヤードからのファーストダウンテン、ゴールデンファイターズクォーターバックボールを受けるやりながら2ダウンしまして時計を回します。ランプレーという形にしまして時計を消費、時間を消費しこのまま前半終了を目論む模様です。ここで前半の残り時間がなくなりました。ここで前半戦の終了です。前半戦終了となりまして岡山スタンディングベアーズ0点、ゴールデンファイターズ31点、ゴールデンファイターズがリードする形で前半戦終了となっております。本日の X2 リーグ第2節の一戦は現在ゴールデンファイターズがかなり有利な形で前半戦を終えております。得点はゴールデンファイターズ31点、岡山スタンディングベアーズ0点という状況ですが、さあこのハーフタイムで双方とも打開点そして後半の対策を講じることができるでしょうか。このハーフタイムのインターバルを、この配信における休憩の間とさせていただきます。後半開始まもなくとなりましたら再び音声を入れさせていただきます。
さあ審判団フィードに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を告げようとしております。現在前半戦を終えまして、ゴールデンファイターズが31点リードしている状況になっております。試合の主導権現在大きく握っているところですが、さあ岡山ここに対して反撃を後半に展開できる形の策を見出す形に成功したでしょうか。まもなく後半戦再開の時を告げます。後半は岡山スタンディングベアーズのキックオフで試合再開する形になります。キックオフしますのは岡山スタンディングベアーズ62番の溝口です。大阪公立大学出身のプレイヤーです。さあゴールデンファイターズ2ターンに入った。板が中央付近切り上がりまして、自陣35ヤード付近確保し、この位置からの攻撃と変わります。しましたのはゴールデンファイターズ1番の本田でした。金沢大学出身のルーキーです。ゴールデンファイターズ自陣35ヤードからファーストアウト。されました。10番ボールを持ちまして、そのまま一気に独走、相手ディフェンスを置き去りにその右オープン展開しまして、一気にエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。ゴールデンファイターズ最初のワンプレー目でタッチダウンを重ねる形に成功しました。そしてキック決まりまして1点追加、ゴールデンファイターズ38点、岡山スタンディングベアーズ0点とスコア広がった形になっております。この判断が見事でした。密集点相手群がる中、一瞬の隙をつきまして右オープン展開、一気にディフェンスを置き去りにしましてエンドゾーンをかけました。鮮やかなタッチダウンラン決めましたのはランニングバック10番の北川でした。大阪教育大学出身のプレイヤーです。見事な65ヤードのタッチダウンランを決めましたゴールデンファイターズ。そのゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。
さあ2ターンに入る岡山、さあトラブルが発生している、リターナーここでボールをファンブル、タックルからファンブルフォースを受けましてファンブルしましたが、これはなんとか岡山自ら抑えまして、岡山攻撃権を得た形になっています。岡山自陣17ヤード付近からの攻撃に変わります。時計が誤って進んでおりましたので訂正させていただきます。岡山スタンディングウェアーズ自陣18ヤードからファーストアウト。ランプレーから入りました。まずは22番のランプレーにより突破を図ります。しかしここに、ゴールデンファイターズディフェンスフロント立ちはだかりまして、このランプレーをノーゲインで阻止しております。見事タックルしましたがゴールデンファイターズ94番のプレイヤーだったようです。岡山スタンディングベアーズセカンダウンテン、ここで岡山パスプレー、ワイドレシーバー83番にこのパスがヒットし、83番タックルを受けながらそれを見事なステップアームで振りほどき、見事攻撃権更新果たしました。岡山スタンディングベアーズパスター見事なキャッチアンドラン、アフターランを決めましたのは岡山スタンディングベアーズ83番服部、徳島大学出身のプレイヤーです。さあ関西カブリーグのプレイヤー、しかしここで素晴らしい気迫やるプレーを見せました。ボールオン自陣35ヤードからのファーストアンテン、さあ振り切っている、これも攻撃権更新になったか、見事なんです。ナイスゲインファースター。今度はランニーバックが見せました。ランニーバック41番ハンドオフから右オープン展開、相手タックルを振りほどき、一気にハイニーアクションによって相手を振りほどきまして攻撃権更新です。岡山スタンディングベアーズファースター、さあ勢いに乗ってきたか岡山、ボールオンは自陣45ヤードに進みました。この位置からのファースターアウト、さあ振り切っているが、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ見事なパスでしたが、この時に飛びましたイエローフラッグ、果たしてどちらのチームの反則でしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードバッタイを受けまして、この場合はファーストダウンやり直しとなります。従いまして岡山スタンディングベアーズファーストダウン20で試合再開となります。さあ攻撃権更新、物理を蹴る20ヤードに変わりましたが、その最初のファーストダウン、どのようなプレーを展開するでしょうか。ここでクォーターバックはパスを投げようと左にロールアウトをしました。しかしそこにゴールデンファイターズ99番がサットボー、後ろから一気に追いかけまして逃げ惑うクォーターバック18番、31番、失礼しました、13番を仕留めまして大きなロスを割っております。さあ大きく下がりました岡山スタンディングベアーズ、セカンドダウン35の状況に変わっています。さあここでランプレーによって状況打開を図ります。
まずは少しでも陣地解散とランニングバックに託しました。右オープン展開しまして約6ヤードのゲインに変えています。岡山スタンディングベアーズサードン29。ここでパスに見せかけたランプレー、ドロープレーによって状況打開を図りましたが、これはゴールデンファイターズ許しません。フォースダウンに変わります。ここで負傷者発生しましたため、レフリータイムアウトが取られています。チャットラインのメッセージありがとうございます。フットボール様、ゴールデンファイナンスのレジェンドコーナーバック雨野様が試合に出ていますね。活躍に期待です。そうですね、このメッセージ確認しましたところ、先ほど、コーナーバック両サイドの、後方エンドの位置にあります最後尾にあります重要なポジションコーナーバックで、出場していることが確認できました。チームの監督を兼任する素晴らしいタフなプレイヤーが今シーズンも選手としても活躍しています。メッセージありがとうございます。バンパス様、スタンディングベアーズが頑張りのメッセージありがとうございます。これもスタンディングベアーズのなんとか鼓舞してほしいというその応援メッセージ、非常に感じるものがあります。さあ試合再開です。岡山スタンディングベアーズフォースダウンロングでパントフォーメーション。さあリターン試みましたゴールデンファイターズ、しかし、岡山はここは見事にカバーしまして、ゴールデンファイターズ陣40ヤード付近でそのボールとどめ攻守交代となります。岡山非常にいい攻撃展開をしておりましたが、しかし痛い反則ありまして、そこでリズム崩し、結果的には攻撃を失っております。しかし相手陣に入ったところにボールを押し返す形には成功しております。さあゴールデンファイターズ、ここからどのように攻撃を展開するでしょうか。ボールオンは自陣40ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。ナイスラン、ファースター。ここでランプレーからまず展開しました。何枠ハンドオフを受けまして中央突破、そこから右オフタックル付近駆け上がりましてタックル受けましたが、見事に攻撃権更新としております。ゴールデンファイターズファースター。キャリアは42番の門田でしたでしょうか。見事なランでした。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあ再び中央いった、これもナイスラン。ランニングアップ42番、今度は左オフタックル付近をつきました。今度は、岡山のディフェンス陣が殺到する状況でしたが、これを振りほどき左オープンにバーナーと約3ヤードから4ヤードのゲインに変えております。ここでウォーターブレイクが入っております。見事なランを現在展開しているのが42番の門田です。大阪府立大学出身の33歳のプレイヤーです。大石さん、メッセージありがとうございます。ゴールデンファイターズはホールが空いている時間が長いのが分かりますというメッセージですね。ありがとうございます。ホールというのはこれはオフェンスラインマンが開ける走路のことを意味します。ランニングバックから見ますとまるで壁の中に穴が開いたような状況に見えるためホールというふうに称されます。この時間が長いということはつまり相手をコントロールできているということ、勝負として勝っていることを意味します。これが試合のフィールドを見ますと非常に分かるというそのようなメッセージありがとうございます。さあ試合再開です。ゴールデンファイターズセカンドダウン6。
は岡山ナイスディフェンス。今度はランニングバックにハンドオフし右オープン展開を図りましたゴールデンファイターズ。しかしこれを読みまして岡山ディフェンスライン陣佐藤、ランニングバックにディフェンスラインマン群がりまして、今度は阻止しましてサードに変えます。岡山も本来はラン攻撃およびラン守備に関しては非常に定評のあるチームでもあります。その強さを見せられるそのようなワンシーンでもありました。さあゴールデンファイターズサードン7、パス不成功。今度はフリンジ様に展開していた、レシーバーにパスを投じましたがわずかにコントロールミス、パス不成功によりましてフォースダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。この配信は X-WEST、X-E-WEST 全チームによります共同企画によって実現しております。多くの方々の企業様、個人様のご寄付によりまして、これに応じていただいた皆様のご厚情によりましてこの配信は実現しております。非常に嬉しく思います。この企画によりまして X-E の様々な試合を皆様にご覧いただくことが可能になりました。またここでいただけます、そういった負担金といったものが私が地方の試合を取る際の交通費等に非常に足しになっております。多くの方々に各地でありますアメリカンフットボールを伝える活動の一環としての支援として企画されましたこの企画、これからも継続したいと思います。何卒皆様ご協賛ご協力よろしくお願い申し上げます。ここは、ゴールデンファイターズパンとしまして攻撃放棄し攻守交代となります。岡山自陣14ヤード付近からの攻撃に変わります。さあしのぎました。岡山今度は攻撃に移ります。ボールオン自陣14ヤードから岡山ファーストダウンテ。さあ攻撃を断ち切る形になりました。今度は攻撃で得点を狙わんというところです。さあ右オープンランペ、ハンドオフからランニングバックの総力に託しました。オープンレーンを突破戦という形で攻撃を展開試みましたが、しかしこれはディフェンス陣が対応しましてゲインは1ヤード程度にとどまっております。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。先ほどのプレーを見ていましても、OC 様がご指摘ありました通りにオフェンスラインマンが作るホールが一瞬にして埋まっている感が非常に感じられるワンプレーでもありました。これをどのようにして岡山は克服する形になりできるでしょうか。その点含めましてもこの攻撃シリーズ注目という形になります。岡山スタンディングベアーズ自陣15ヤードからセカンドダウン内、しかしナイスタック。
ここでクォーターバック13番は左に展開していたレシーバーにパスを投じまして、そこからキャッチアンドランを図らせました。しかしゴールデンファイターズディフェンス陣が素晴らしいタックルを決めましてゲインを2ヤード程度に留めております。岡山スタンディングベアーズサードダウン7、不成功。クォーターバック13番プレーアクションから中央切れ込んできたレシーバー80番でしょうか、パスを投じましたがプレッシャーからパスを乱しましてパス不成功、フォースダウンに変わります。このプレッシャーをしのぐ役割もオフェンスラインマンの仕事ですが、これをも圧倒しているゴールデンファイターズにその迫力を感じるワンプレーでした。岡山スタンディングベアーズフォースダウン7、さあこのバント、ゴールデンファイターズリターンしまして、ゴールデンファイターズ相手陣25ヤードからの攻撃という形に変わります。攻守変わりましてゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズ相手陣25ヤードからファーストダウン10、パス成功、ファーストダウン。クォーターバック12番左に展開していくワイドレシーバー30番でしょうか、こちらにパスを投じましてレシーバーはここでボールをジャッグルしましたが、これを見事に確保しまして攻撃権更新としています。ゴールデンファイターズファースター、失礼しました、セカンドは残り1ヤードの状況になっています。パス不成功、ここでパスによってタッチダウンを狙いましたが、しかしこのパスは、届かずパス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてサードダウンに変わります。ゴールデンファイターズサードダウン残り1ヤード、さあランプレイター、攻撃権更新、ファースター。ここで確実にランニングバック10番にボールを託しました。相手ディフェンス群がりましたが見事10番それを押しのけまして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター、ここは好調な北川にボールを託し攻撃継続といたしました。ゴールデンファイターズさあ相手陣14ヤードからのファースターアンテン、パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック12番パスによってタッチダウンを狙いました。エンドゾーン奥に走り込んでいたレシーバーにパスを投じ、これをレシーバー見事にキャッチしましてタッチダウン成立です。ゴールデンファイターズタッチダウンパスによって6点獲得となっています。パスを取りましたのはゴールデンファイターズ17番の奥村です。大阪教育大学出身のルーキーです。そしてキックも決まりまして1点追加、ゴールデンファイターズ45点、
岡山スタンディングベアーズ0点とスコア変わっております。まさに絵に描いたような、タッチダウンパスでした。左奥走り込んだレシーバーにディフェンス振り切りまして、そこへクォーターバック見事にピンポイントにパスを通しタッチダウンを成功させております。ナムシンジ様、リョウさんドンマイのメッセージ、ありがとうございます。おそらくは、選手がちょっと今、定かではありませんが、先ほどありました、守備の選手かあるいは攻撃の選手の、それに対する、慰めと励ましのメッセージというふうに解釈させていただきます。ゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。さあリターンに入ります岡山。右サイドライン際を狙いましたが自陣25ヤード付近からの攻撃と変わります。ゴールデンファイターズスタンディングベアーズ自陣25ヤードからファーストダウンテン。さあまず外に振る形にパスを通しました。ワイドレシーバーにパスを通しそこからキャッチアンドラン図らんというところでしたがディフェンス陣が圧力をかけましてむしろ3ヤードロスに変えています。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン13。これはナイスディフェンス。プレッシャーをかわさんとランニングバックにトスし右オープンを迂回させるようにランを展開しようとしましたがここにゴールデンファイターズのディフェンスに殺到しましてこのランプレー展開する前にロスに変えました。約3ヤードさらに押し返す形に成功しております。岡山スタンディングベアーズサードダウン16。パスは成功。外へ展開していく83番にパスを通しキャッチアンドラン図らせというところでしたがわずかにオーバーリードしたパスのためこのパスをキャッチしても外へ出てしまいここで、プレーが終了する形になっております。ここで第3クォーター終了となっています。第3クォーター終わりましてゴールデンファイターズ45点、岡山スタンディングベアーズ0点。攻守方向を変えましてこれより最終クォーター第4クォーターに移ります。2024X2 リーグ第2節の一戦は現在ゴールデンファイターズが45点と大量リードを奪いまして試合の主導権を握った格好になっております。岡山反撃の一口をまだ見出せないまま最終クォーターに移ってしまいました。さあ何としてもこの状況を打開をしておきたいというところではあります。この第4クォーターで、この試合の鎖を打つ一手が果たして決まるかどうか注目をさせていただきたいと思います。
この配信は X2、X3 ウエスト全てのチームによります共同企画によって実現しております。画面に映し出されています多くの企業様や個人様のご寄付によりましてこの企画実現しております。現在この企画は募集させていただいております。画面にあります URL、 そして私の配信、この配信にあります説明概要欄にその申し込み作品カードの URL ございます。その企画にご賛同くださいますことをぜひともよろしくお願い申し上げます。さあ後半開始となっています。岡山パントによりこの攻撃権を放棄する形になりました。しかし相手陣地にボールを返す形には成功しており、ここでの攻守交代になっております。ゴールデンファイターズは自陣40ヤード付近からの攻撃と変わります。ゴールデンファイターズ自陣40ヤード付近よりカウンター。ゴールデンファイターズ自陣40ヤードからファーストダウン10。さあランプレーから入りました。ラニバック42番にハンドオフしまして右オープンへ展開。味方ブロッカーが、非常にいいスクリーンを作りまして約1ヤードから2ヤードのゲインに変えています。ゴールデンファイターズセカンドダウン9。これは岡山ナイスディフェンス。ランプレー重ねるゴールデンファイターズ、キャリア42番にハンドオフをした瞬間、しかし岡山62番が殺到。そのハンドオフをした瞬間に仕留めまして約2ヤードロスに変えています。見事な対応いたしましたのは岡山スタンディングベアーズ62番の溝口です。大阪公立大学出身。岡山まだ投手を取れておりません。相手を押し返すワンプレーを決めました。ゴールデンファイターズサードダウン11。これも止めた、ナイスタック。ゴールデンファイターズランプレーを重ね、さらに攻撃を地上戦によって突破を図らんというところでしたが、このランプレーも岡山3番がタックルしまして、このプレー阻止しております。3番は佐藤です。一橋大学出身。ゴールデンファイターズフォースランでパントフォーメーションを取ります。ここでトラブル発生。おそらくですがゴールデンファイターズここでトリックプレーを敢行しようとしました。手前にあるウェッジブロックのプレイヤーに、ボールをそのままスナップしまして、そこからランを展開しようとしたかと思われますが、この時にプレーが乱れまして結果的にロスする形で攻撃権を失う形になります。結果的にはゴールデンファイターズ陣34ヤード付近で攻守交代。この位置から岡山の攻撃になります。岡山相手陣34ヤードからファーストダウン10。さあ大きなチャンスがやってきました。岡山なんとかチャンスをものにしたい。さあまずランプレーからあります。何枠22番ハンドオフを託されまして左オフタックル付近に突入。ここはオフェンスライン今見事な仕事をしまして約3ヤードから4ヤードのゲインを獲得しております。託されたボールを見事前進させましたのは22番の井上でした。摂南大学出身。岡山セカンドダウン6。さあ今度はオプションプレーです。ピッチしました41番の総力に託しまして右オープン展開を図らせましたが、しかしこれはゴールデンファイターズ許しません。ノーゲインでサードダウンに変わります。
岡山サードダウン6、ボールオン相手陣30ヤード。ここでランプレー、しかし取れた。今度は左に振りました。ラニバック22番に左オフタックル突破を図らせましたが、ここにゴールデンファイターズ96番が立ち上がり、このランプレーを阻止、1ヤードロスに変えましてフォースダウンに変えます。見事なロスタックル決めたのは96番の笹池でした。大阪工業大学出身。さあフォースダウンセブンの状況、岡山プレーします。フォースダウンギャンブル、突破はなるでしょうか、タッチダウンなるでしょうか。パス不成功。ここで一気にタッチダウンになりました。クォーターバック13番、奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。レシーバーなんとかディフェンスと競り合いながらキャッチ試みましたが、しかしパスキャッチにならず、4回目の攻撃失敗という形になりますので、攻守交代、攻撃権変わりましてゴールデンファイターズに変わります。さあ岡山の攻撃しのいだゴールデンファイターズに攻撃権変わります。ゴールデンファイターズ自陣32ヤードからファーストダウンプレー。パス不成功。まずクォーターバックプレーアクションからパスを投じました。プレッシャーある中右にロールアウトしランニングバックにパスを投じましたが、しかし逆リードになったかパス不成功でセカンドダウンに変わります。逆リードとはその選手の走る方向の反対側にパスを投げてしまう行為です。動きの逆側になるため、そのリードの反対逆側を突くという形で、国内では逆リードと総称しています。ゴールデンファイターズセカンドダウンテン、このパスも不成功。クォーターバック外部に展開したレシーバーにパスを投じましたが、プレッシャーを感じまして投げ捨てました。意図的にパスを投げ捨てロスを避ける形でこのダウンを終了します。ダウン変わってサードダウンに変わります。ゴールデンファイターズサードダウン10、さあここでドロープレーを展開しました。ここでパスによる突破を図るだろうと見ましたディフェンスを逆に取るようにパスに見せかけたランプレー、ドロープレーを投入しましたが、ランに強い岡山ディフェンス見事にこれを封じましてフォースダウンに変えます。このランの強さは岡山の魅力でもあります。地上戦そして、守備において双方ともにランの攻守に優れたチームの特色が現れるワンプレーでもあります。しかしその攻撃の面でそれを封じられている点がこの試合の厳しいところになっています。しました。そのパントによりまして岡山陣30ヤード付近で攻守交代になりまして、今度はこの位置から岡山の攻撃に変わります。現在ゴールデンファイターズの、オフェンスの方にやや単調感が感じられています。この反撃をつく形で岡山が得点狙えるかというところに期待したいところです。攻撃権変わりまして岡山自陣30ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。
さあトスしまして左オープンつきました。プレーとしては、ボールが転がっておりましたが膝をつくのが先でプレーが終了する形になっております。しかし結果的にはゲインなくセカンドダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10。これはゴールデンファイターズのナイスディフェンス。岡山クォーターバック13番がハンドオフェイから右オープンへのランプレーを展開しました。ランニングバック以外の選手が持つことで相手の意表をつかんというところでしたが、しかしこれをゴールデンファイターズ許しません。ディフェンス陣に殺到しましてこのランを阻止して約3ヤードから4ヤードのロスに変えています。岡山スタンディングベアーズサーダウン14。パス不成功。クォーターバック13番プレッシャー来る中下がりましてワイドレシーバー81番にパス。しかしこのパスプレッシャーからショートしましてパス不成功、フォースダウンに変わります。岡山スタンディングウェアズフォースダウン14、パンプフォーメーションを取ります。プレーが出ました。見事なパントを蹴りまして、そのパントを目測誤ったゴールデンファイターズイターナキャッチできず、しかもこの時にボールを触れました。触れたことによりましてこのパントボールはどちらが抑えても構いません。それを抑えましたのは岡山でした。従いまして岡山大きく前進し攻撃継続という形になります。岡山相手陣23ヤード付近からの攻撃に変わります。例えばフォースダウンの攻撃、これは大きなチャンスが舞い込みました。岡山相手陣23ヤードからの攻撃を得ます。ここからのチャンス生かせるでしょうか。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。よし、クォーターバック投じる。このパスはしかし不成功。パスにより一気に前進を図りました岡山。しかしクォーターバック13番下がるところをプレッシャーをかけましてこのパスをパス不成功に変えています。やはりゴールデンファイターズそのディフェンスの強さ現在も光っております。しかし岡山優位な位置にあります。ボールオン相手陣23ヤードからセカンドダウン10。プレッシャー、キューミーさん、ここでゴールデンファイターズが見せた。クォーターバック下がりましてロングパスを投じようとしました。そこに猛然とブリッツをかけたゴールデンファイターズ。振りほどかんとクォーターバックなんとか回避しようとしましたがそれを引きずり倒しました。キューミーさん、パスを投じる前に添え大きくロスに変えています。さあサーダウンロングの状況になっていますが、岡山なんとかこのチャンスを生かせるでしょうか。ボールオンは相手陣38ヤードの1サーダウンロング。ここでホイッスル。ここで岡山後半1回目のタイムアウトを投入します。
非常に面白い攻防になっています。岡山、先ほどの、パントのシチュエーションで大きなチャンスを得ました。一気にこれを生かさんと、パス攻撃に出ようとしましたが、その隙を 見計らいましてゴールデンファイターズディフェンス凄まじい勢いで襲いかかりまして、現在サードロングの状況に変えています。さあ岡山としては何としてもこのチャンスを生かしたい。しかしゴールデンファイターズは圧力をかけます。タイムアウト明け、果たしてどのような攻防になるでしょうか。タイムアウト解けます。さあ岡山がここで投じる策はどういったプレーか。岡山サードロング、さあ外へ振った、ロングパスを警戒し4枚のディープを構えました。ゴールデンファイターズ裏をかくように手前にいるレシーバーにパスを投じ、そこからキャッチアンドランを図りました。これによって前進していますが、しかしフォースダウンロングに変わります。さあここで岡山が投じる策はどういったプレーになるか。もちろんプレーを組みました。フォースダウンロングでギャンブル、中央を切れ込んだレシーバーへのパスでした。ディフェンスの流れの中、このパスを見事にレシーバーキャッチ、タックル受けながらもこれを確保し見事にギャンブル成功です。岡山ファースト見事キャッチしましたな。岡山80番でした。80番のタクは高南大学出身。さあ相手陣11ヤードから岡山スタンディングヤードファーストアンテン、失礼しました。ファーストダウントゥーゴールに訂正です。パスいった、しかし不成功。ここで中央に切れ込んだ83番にパス、しかしわずかにタイミング合わずパス不成功、セカンドダウンに変わります。さあ相手陣10ヤードからのセカンドダウントゥーゴール、3回でタッチダウン狙います。さあ中央へランいった、裏を突くようにランニングバックにボールを託しまして中央突破を図りますが、しかしこれはゴールデンファイターズ許さず、サードダウンに変わります。ここでホイッスル、ここで2ミニットウォーニングです。ここで試合時間残り2分になりましたので2ミニットウォーニング、後半の2ミニットウォーニングに入ります。さあこのチャンスは岡山にとってはまさに天竜、何としてもものにしタッチダウンを取りたいところでもあります。しかし完封勝利を狙う、ゴールデンファイターズとしてはここは何としても阻止したいところ。さあこの2ミニットウォーニングは果たしてどちらにとっての吉報となるでしょうか。さあタイムアウト解けます。残り2分の状況です。岡山スタンディングベアーズ、相手陣10ヤードからサードダウン2ゴール、残り10ヤードの状況。フォーメーションを組みます。外のフォーメーション、左に3枚トリックス、右にシングルの1レシーバー4ワイドフェイク入った、右に流れるパスを投じる、パス不成功、プレイアクションからのパスでした。クォーターバック右にネイキッドのブーツセックからそこにパスを投じ、内側から切れ込んできたレシーバーにパスを投じましたが、しかしコントロール合わずパス不成功、フォースダウンに変わります。
フォースダウントゥゴール、残り10ヤード、蹴りません、プレーします、タッチダウンになります、フォースダウンギャンブル、フォーメーション、フォーワイド、左トリップス、バックライト、パスは飛んだ、タッチダウン、最後は1対1の勝負にいった、レシーバーディフェンスを振り切って内側に切り込み、タックル蹴つつこれを見事にキャッチ、そのままエンドゾーンに流れ込んでタッチダウン、岡山鮮やかなパスによりタッチダウンを上げ6点獲得となっています。そしてトライ4ポイント、プレーします、フォース2ポイントコンバージョン、2点を狙います、パス成功だが、しかしここでイエローフラッグ、反則発生です。さあこの反則、果たしてどちらのチームの反則でしょうか。先ほどのペナルティが果たしてどちらにあったか、現在審判団協議に入ります。先ほどのシーン、スロー V の撮影にせ、はできておりませんでした、誠に申し訳ございません、YouTube をご覧いただいている方々はスライドバーで先ほどのプレーを振り返っていただければ幸いに思います。ディフェンスの反則です。パスインターフェア。マイパスが浮いている間に相手選手を接触妨害したという反則です。この反則は双方ともに発生する可能性がありますが、今回はディフェンス側にありました。従いまして、残り距離半分の反則を受けまして、トライ4ポイントやり直しという形になります。従いまして、岡山、トライ4ポイントにもう一度挑戦する形になります。さあ1ヤードの状況でのトライ4ポイントに入ります。やはり2ポイントになります。フォーメーション組みます。さあパスでいった、しかしこれは見事にカバーされました。パス不成功です。結果的にトライ4ポイント失敗となりまして、ゴールデンファイターズ46点、しかし岡山スタンディングベアーズ6点、タッチダウンにより6点返しております。大石さん、メッセージありがとうございます。岡山グッドタッチダウン、見事なタッチダウンでした。私も、素晴らしかったと思います。ある意味作戦ではなく選手の個々の1対1の勝負に持ち込むワンプレーでした。どちらが勝っても仕方がないという状況、しかしレシーバー見事にこれを差し切りまして、しかもタックルを振りほどき、そのままゴールを確保しタッチダウンを取るという素晴らしいワンプレーでした。見事そのタッチダウンを挙げましたのは岡山スタンディングベアーズ17番の東でした。大阪体育大学出身のルーキーです。さあそしてその得点を挙げた岡山スタンディングベアーズのキックオフで試合再開となります。ここで岡山はおそらくですがオンサイドキック、短いキックを蹴ると思われます。オンサイドキックはキックオフのルールを生かした自分たちが確保する特殊なキック方法です。キックオフのボールは10ヤード前進すればどちらも取れます。さあこれを、しかし裏をついた、奥へ蹴り込んだ、これは驚きました。あえてそのボールを確保するためオンサイドではなく、それを警戒する相手チームの裏を突き通常の深いキックを蹴りました。この結果ゴールデンファイターズはリターンができない形で放棄しましてタッチバックとなりました。タッチバックとなった場合はゴールデンファイターズ側に自陣25ヤードからの攻撃という形に変わります。ここはゴールデン岡山はあえて攻撃権を無理に奪う形を選択しませんでした。さあこの判断果たしてどのようになるでしょうか。ゴールデンファイターズファーストダウン10、
右サイドでのランプレー。まずは右に振る形で何枠にトスしまして右奥へランプレーを展開しました。何枠42番、スピードに乗って約3ヤードから4ヤードのゲインと変えています。ゴールデンファイターズ、ハドルを素早く組みました、ノーハドルで展開します。セカンドダウン6、さあ抜けていく、振り切った、ナイスラン、ファーストラン、今度はすかさずランプレーを繰り返しまして今度は右オフタックル付近駆け上がり攻撃権更新果たしました。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあチェーンがセットされましたら時計が回り始めます。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあ今度は右に展開してから縦に上がりました。しかしディフェンス陣が群がりましてゲインは1ヤード程度にとどめています。ただし中で倒れたため時計が回り続けます。ゴールデンファイターズここでもハドルを組みません。サインだけで素早くノーハドルでプレーを展開しようとしています。どうやらゴールデンファイターズも得点を狙う模様です。ゴールデンファイターズセカンドダウン9、パス不成功。ここで奥に走り込んだレシーバーにロングパスを投じました。タッチダウンを上げた時同様この競り合いによりましてタッチダウンを狙うというところでしたが、しかしこのパスをわずかに届かずパス不成功。サードダウンに変わります。前パス失敗ですのでここで一旦時計は止まります。ゴールデンファイターズサードダウン9、さあパスと打てる、しかし攻撃権更新には至っていない。中で倒れているため時計止まりますがここでホイッスル。ここでゴールデンファイターズが後半最初のタイムアウトを取りました。本来ならば、時計を進めず選択、攻撃を展開するのは現在、得点が劣っているチームが行う行為なのですが、ゴールデンファイターズさらに得点を狙わんと できる限り時間を効率よく進め得点を上げんと時間を刻んでおります。ここで後半のタイムアウトを自ら取りました。さあタイムアウトを解きましてゴールデンファイターズフォースダウン2プレーします。フォースダウンキャンプル、パス不成功。ここをパスで突破を図りましたゴールデンファイターズ。しかしここは岡山意地を見せました。パス不成功とさせまして4回目の攻撃失敗で攻撃権を取り返し岡山スタンディングベアーズに攻撃権変わります。岡山ここは意地を見せました。さあ岡山残り8秒ですが、失礼しました残り7秒ですが攻撃権を得ます。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。ランプレーを投入しました。ここでホイッスル。ここで試合時間がなくなりました。試
試合終了となりまして、ゴールデンファイターズ45点、岡山スタンディングウェアズ6点でゴールデンファイターズの勝利となりました。表現させていただきます。攻守ともに圧倒し、特に中盤がディフェンス陣が得点を挙げる凄まじい攻守を見せまして、X2 久方ぶりの挑戦でした岡山を退ける形に成功しております。見事な戦いでした。岡山としては地元での開催 X の試合、なんとか白星で飾りたかったところではありますが、無念の結果となりました。しかし最後の最後まで相手を、なんとかせんというその闘志あふれた戦いぶりは見事でした。ナイスファイトでした。ナイスゲームでした。本日は悪天候が、やや過ぎまして、曇天の中ではありましたが、かえってアメリカンフットボールをやるにはふさわしい、気候であったかと思います。双方とも全力を尽くす素晴らしい戦いぶりを見せていただきました。現在の状況で出せる全力を私たちも見れたことを非常に嬉しく思います。ナイスゲームでした。本日の配信はこの1試合という形になります。こちらの方、長く中継をご覧いただきましてありがとうございました。多くの方からのメッセージありがとうございます。途中から読み上げることかなわず誠に申し訳ございませんでした。さまざまな格好で、これからもアメリカンフットボールを紹介させていただくような配信もさせていただく、やっていこうと思いますので、機会叶いましたらよろしくお願い申し上げます。私の方は翌日に控えております9月23日の、同じく第2節の一戦になります。磯のスーパースターズ対ショーウェイブラザーズの一戦、王子スタジアムで行われます。この一戦も、同じく、協会の方の許可を得まして配信させていただく予定になっております。お時間かなります方々はぜひこちらの方でご視聴いただくか、あるいは会場でご覧いただければ幸いに思います。ぜひともよろしくお願い申し上げます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあその物語、本日はその何ページ目にあたる試合だったでしょうか。その続きを楽しみとしつつ、この物語の続きを楽しみとして本日の配信は終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボールの許可を得まして、その、公式サイトで配信させていただきました。その配信実施させていただきましたのは私道楽屋記者でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。